こちらはエリザベス女王の90周年の記念の、金貨です。プルーフ70の、ウルトラカメオですね。 NGC なので、まあ、デザイン、こちらのバラのモチーフと、あと90っていうに入っているのが、まあ、非常に人気が高くですね、まあ今回これ買ったの2枚目なんですけど、まあ、また出てきたら買おうかなっていうふうに思っています。値段もまだあまり高くなく、イギリスの1オンスですね、1オンスのプルーフ金貨を買って集めたい方には、割と控えめな値段だというふうに思っています。まあ、デザインが非常に素晴らしいです。あとこのエッジのとこですね、レタートエッジといって、文字が入っている、側面に文字が入っているデザインになっています。こちらが2016年のエリザベス2世の5ポンド金貨、 NGC のプルーフ70ウルトラカメオ、90周年の記念のモデルです。反対面はこのようなデザインになっています。重量が 39.94g、 91.7% 金で 38.61mm、 発光枚数が900枚です。デザインの方はクリストファー・ホップスさんの作品になっています。バラがモチーフですね。反対の肖像面の方はジョディ・クラークさんのデザインになっています。非常に美しい金貨です。 Thank you for watching。見ていただきありがとうございます。 Don't forget to like and comment the video。 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。 Subscribe to my channel。 私のチャンネルに登録してください。